タマバスの一般路線車両タマバス株式会社は、かつて存在した西東京バスの分離子会社である。1999年4月1日に設立され、西東京バスの不採算路線の移管を受けて、運行していたが、2011年9月1日をもって、西東京バスに吸収合併されて消滅。k 王グループに属していた。2008年8月31日まで。 西東京バスを運営営業所、音型営業者の路線を移管され運行していた。また、高速バス、貸切バスの運行業務も移管され、夜行高速バスの新宿大阪阿部の橋、高松、松山線及び渋谷金沢線、空港連絡バス、高尾駅羽田空港線を毎日運行していた。本社は、東京都八王子市明神町の西東京バス、本社ビル、 NTB 西東京ビル3階に入居していた。秋川、福佐、大梅、御嶽地区の路線バスの運行を担当する。灰島駅、福佐駅、小作駅、秋川駅を主なターミナルとする。西東京バス大梅営業所からの引き継ぎ路線のほか、五日市営業所から引き継いだ路線もある。2005年5月から運行開始した羽村市、コミュニティバス、羽村の運行を 西東京バスから受託していた。2007年9月より、秋川駅、福生駅発の秋る医療センター方面のバスを運行しており、2007年11月オープンのイオンモール日野でも経由する。また、温多駅とケーブルカー乗り場を結ぶ路線も担当していた時期があったが、2008年3月1日をもって西東京バスに再移管された。八王子北西部。 高尾地区の路線バスの運行を担当する。京王八王子駅、西八王子駅、高尾駅を発着し、四谷、大久保、宝章寺団地、繊維団地、宮間町、神馬高原下方面の路線を運行する。2006年に路線再編成が行われ、以降、京王八王子駅、八王子駅から、神馬高原下へは大久保から、 高尾駅北口発着のバスに乗り換える必要がある。平日及び土曜の朝ラッシュ時間帯に、一部路線の上りで、霊園内急行も運行している。深夜時間帯には平日、土曜、休日問わず、大型車庫行きの深夜バスを運行している。2007年9月より、高尾駅北口発着のホーメストタウン行きと、京王八王子駅発着の宝生寺団地域で、 それぞれ団地内循環運転を実施している。2007年9月30日より、この地区のバス路線にパスモが導入された。内は共同運行会社。中型長弱車日産ディーゼル JP 西東京バスと直射い鈴、エルガヤ高高速用車両三菱不装、エアロクイー以外西東京バスとは異なり、玉バスは白ジニアを基調とした都市であった。当初は、 フロントバンパーも青色だった。2007年までは新車導入は原則として、大梅、メ、型両営業所とも、多摩バスト職であったが、2008年にオ型営業所へは、西東京バスト職で導入された。ただし、2005年に西東京バスオ型営業所の路線を完全移管した際、それまで委託路専用として使用されてきた西東京バスト職者は、 塗色変更を行わず、前面の NT をあしらった車門の取り外しと車名の書き換え程度でそのまま使用されてきたが、翌2006年より JP ノンステップ車の多摩バス都色への塗色変更が施行された。2008年9月1日始発からの西東京バスへの全路線移管に伴い、一般路線車両は青基調の塗色はそのままに、 タマバスの社名表示とロゴマークを消去して、西東京バスの社名を記入し、同社の車掌を車両正面に白色で表示したものに変更すると、2008年8月5日に、西東京バス公式ホームページ上で発表された。西東京バスと同様に、イスズ自動車、日野自動車、日産ディーゼル工業の3社の車両を導入していた。日ノ、セレガの他に、現在、 一般路線車では導入されていない三菱不走のエアロバス、エアロクイーンが在籍していた。カラーリングは他の慶応グループのバス事業者の貸切色と共通である。なお西東京バスへの再統合で社名表記の多摩バスが西東京に書き換えられたが元多摩バス社は書体が異なる。多摩バスにおける車両管理番号は最初に営業所を示す。 アルファベット2文字、その後に5桁の数字が続く。ありがとうございます。